どんどん7位のとテンション上げテスト1日前ほのぼのです。ということでですね、今聞いていただいた通りですね、ほのぼの明日テストということで、明日？明日だよ。ということで、本日ですね、ノエノンとほのぼののお部屋で撮りたいと思って、ノエノンは画面に映ってるんですけど、ほのぼのは画面外のボイスでお届けしたいと思います。本日は久しぶりにノエノン筆箱を変えるということでですね、筆箱のチェンジ&中身紹介をしたいと思います。それプラス筆箱買ったところの近くでいろいろ買ったんで、それも最後少し先に少し最後かな最初かなわかんないんですけど、ちょっと紹介します。最後に紹介します。まずですね、ノエノン番組、やっぱ筆箱の中身紹介めちゃめちゃ好評なんですよ。何度かやってるんですけど、私多分3回ぐらい同じ筆箱を紹介してるんですね。こちら A ランドのやつなんだけど、これは私1個前使った筆箱に比べて大きくなったから、量もすごいパンパンに入ってるんだけど、今回買った筆箱はこれよりもちっちゃいみたいな感じだから、結構減らさなきゃいけないね。とりあえずこちらの筆箱の中身紹介秒でやっていきます。詳しく見たい人とか、もっと変化が知りたいっていう人は筆箱の中身紹介たくさんしてるので、ぜひよければね見てみてください。まずはというか、もうバシバシ紹介するね。付箋、赤ペン、マーカー、オレンジ、LOL のシャーペン、これ。黒のボールペン。新しく入るやつも買いましたので、今日。ちょっとしつこいね、あんま言いたくないんですけど、私一応受験生なんですよ。恐ろしいよね。近づくにつれてね、シズーがね、飛び出そうみたいなね。思ったんだけどさ、うちらがさ、3歳差離れだったらさ、受験かぶってたからさ、そう。YouTube 終わってたよね。そう、この前ちょっとある企画でハマスコチャンネルちゃんと会ったんだけど、ボイトレで一緒だったのね、ずっとそこっちゃんと会ったんだけど、もうずっと会いたくて会っちゃったんだけど、ボイトレ一緒にやってて、こっちゃんのところ全部4歳ずつ違うんだって。しかもね、こっちゃんね、うちと同い年なの。びっくりだよ、私びっくりちゃった。可愛い子が、うち中3だと思ったんだけど、いや、そう、私も全然高校生ぐらいかなって思ってたの。そう、まさかの中学2年生本社と同い年、びっくりや。みんな可愛かった、本当に。そう、近々ね、多分上がれてない人から楽しみにしてください。すごいですよ、ほんと楽しかった。ちょっと受験終わったらマジでちょっと一緒にコラボ動画撮りたい。ただ、こっちゃんの方が受験だから。あー、確かにそうだね、そうだね、そうだね。うちも受験だからさ、 YouTube 頑張っています。ほんとだよね。で、続いてこちらのユニバーサルで買ったシャーペンと、エメラルドグリーン、消しゴムですね。あとこれ、マーカーペン、かわいい色。これダイソーのマーカーなんだけど、私こちらのマイルドライナーが好きで、茶色とか水色とかオレンジとかを持っています。あと今ね、紫のマイルドライナー使って、ちょうどいい時に私も紫のマイルドライダー、ドライダーと、こちらこの付箋はですね、この付箋の詰め替えです。はい、で、おもちゃが入ったりとか、消しゴムが入ってるのよ、いっぱい。私消しゴムで3つも入ってるわ、なんででしょうか。消しゴムが3つ入っております。はい、サラサの青、名前ペン、極細、グレーのボールペン、これ無印。結構ね、ボールペン無印が多い、私。で、このマーカーもめっちゃいいよ。グレーのマーカー。これも無印。これはもう絶対欠かせない、授業の時に使う、消せるボールペン。消せるボールペンってあの、赤シートで消せるボールペン。と、ほのちゃんからずっとパクっちゃってる、これ。HB の写真。あ、全然いいよ。あ、いいの。あ、F あげようか、これ。あ、大丈夫。薄いよ。大丈夫。なんか私最近勉強するときに、例えばその小論文とか記述の問題とか書くときに F で書いてたら割と薄くって、でなおかつこうやつさ、芯が硬いから消してもあとめっちゃ残るのよ。なんで濃くしました。でも私筆圧が濃いから B とか 2B とか使ったらちょっと良くないんだよね、難しい。だから私ほのちゃんからいただいた HB を。それ結構いいよね。うん、これ良かった。これさ、何が可愛いってね、なんかシャーペンみたいにここを押したら出てきて、ここをこう当てれば解除になるっていうやつです。見ててください、取れろよコンタクト。コンタクト取れるかなと思ったのに。あとこちら修正テープ、これどっちかいる。ピンクがもうそろそろなくなりそうなんだけど、使う。ピンク大丈夫、大丈夫。あとは大学受験には、欠かせないこちら、お守り。ももかちゃんからいただいたお守りなんですけど、最近さ、受験生の夜食紹介みたいのしたじゃん。どこだっけ、富岡八幡宮、違うわ、待って、鶴岡八幡宮じゃない。それな。
鎌倉やないかい。福岡か太宰府天満宮だね。なんとそこのね、夜食紹介したところ太宰府天満宮のやつなのね。太宰府天満宮って合格祈願とかそういうのをお願いできる神社なんだけど、なんとですね、お土産でてれんもらっちゃいました。これはお守り、私合格祈願のお守り買ってないの今年。やばいじゃん。よかった、ありがとう本当に。ちょっと開けないで取っといて、本番の日はこれじゃあつけていこうかな。お箸みたいなのは、そう、お箸ももらったから、これでラーメン食べたら多分 80% ぐらいの確率で受かるんじゃないかな。なんであの麺をこれで食べて、でこれで拝むと、もう 80% ぐらいの確率でね、受かるんではないでしょうか。神社とかでお祈りするじゃん。そういう時例えばさ、ライブ当たりますようにとかさ、お祈りするじゃん。そうじゃなくって、ライブ当たるように頑張るので見ててくださいっていうのが正解らしいよ。最近知りました。 We are the world, We are the children。 あ、英語ですか？知ってる？英語ですか？うん、あ、英語の授業で。 We are the one who makeUp, 頑張ってます。はい、あと250円です。以上、こんだけ山ほど入ったんですけれども、こんな感じでかなり汚れが目立つような感じになってしまって、新しいの買ったんですけど、かわいいんですよ。これかなりまあシンプルっちゃシンプルなんだけど、かわいい。もう大丈夫、もう大丈夫、マジでもう。ということで英語の勉強をしてるみたいなんですけれども、買ったのはロストでございます。見せたよね、超かわいいから目ん玉飛べてると思う。いくよ。最初ペットボトル入れるかと思う。こういうの私持ってたよね昔。見て、寝袋の筆箱なんだけど、これテントもあったのよ。もうそれとすっごい悩んで寝袋にしました。しかも寝袋もいろんな種類があって、赤とか青とかこの色があったんだけど、3種類やないかい。その3種類だったんだけど、すごい悩んでこの色が一番可愛かったんでこれにしました。1400円、嘘、1540円です。これ多分本当にそういうキャンプグッズのメーカーから出てるよ。これちょっと今ここが開いてるんですけど、ここまで閉めちゃえばこうなる。でウィーンって開けてみたいな。中がオレンジなのもまた可愛いのよね。めっちゃ可愛くないこれ。すんごい色とか悩んだし、そのね、テントが割とこれと同じぐらいのサイズだったんだけど、また増えそうだなってくらい、まあまあいい大きさだったのよ。なんで減らすためにこの子にしました。でもこれでさ、筆箱紹介ってしてもなんかあんま筆箱っぽくないからわかんないね。はい、では詰めてきます。これ紹介した？私がいつも愛用しているシャーペン、さっきも言ったんですけれども、書く時の筆圧が強いのでこちらのデルガードを使ってます。これは絶対、まあ、この写真も絶対、ほのちゃんからもらった写真ね。であとオフトで買った新しい文房具っていうのが、書類をねそろそろたくさん書かなきゃいけない時期なので、こちらのサラサの 0.4 を買いました。 0.3 だこれ。続いて赤ペン、サラサで統一したいと思います。思いますか。そしてこちら無印のグレーのペン、そして修正テープ。まあね、本番で間違えたらもう終了だから修正テープなんて使えないんですけど、あとこの付箋なんだけど入るかな。素敵、見て、入る。可愛くない？スイカの人が書いたやつ。私もいつかスイカのデザインしたいな。パスモのデザイン誰がやってるんだろう。スイカと絶対違うよね。あとまあこのももかちゃんからいただいたのも入れておきましょうね、ちゃんと合格祈願として。そしてこのペンも必ず必要だし、え、待って、これ結構入るんだけど。全部は入れなくていいんだけど。ペットボトル入んない。それはさすがに無理。なんかさ、一時期流行らなかったお洋服みたいの、なんかうちいっぱいあったよね。でここら辺マイルドライナーを4本入れます。もうこれで終了だね。あ、これで結構パンパンだ、これでパンパンだ。消しゴム入れなきゃ。かわいい、待って、頭に消しゴム入るわこれ。待って、マイルドライナーこんなにいらない気がするんだけど、でもいる気がするけどな。ボールペン色があるの欲しいからエメラルド入れます。あー、閉まりました。残ったのがこれらとこれら。もう見せる気ゼロみたいな。
ほとんどサラサラ統一しました。こんだけ余ったよ、結局。パンタンがロサンゼルスでライブすんの？えジャパンワイ、マジか、マジか、行くロサンゼルスまでレッツゴーはい、ということで入れました。いい感じ、見ててね、開くよ。てん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 、めっちゃ可愛いじゃん。で、なおかつこれ後ろにこうやって引っ掛けるものがあって、このままカバンに引っ掛けても可愛い。 Thanks。 ということでロフトに行ったらですね、私の大好きな可愛い可愛い赤ちゃんたちがいたので、それを買ってきました。最近ですね、ラフォーレでこちらのチャーミーちゃんをゲットしたんですけれども、まあ、これはですね、日本で生産されたものなんですけれども、私こういう顔がすごいタイプなんですね。だからこちらのギャビーちゃんとかね、もうすごくタイプなんです。これはまあどう考えても海外のね、おもちゃをイメージされて作られてると思うんですけれども、こういう顔がすごいタイプなんです。あなたたち、私タイプよ。そんなタイプな顔がたくさんいました。なんかポップアップショップみたいなのやってて、こちら初めて見ました。ヴィンテージの可愛いものがたくさん売ってるとこで、アンティーク手芸用品と可愛い雑貨のお店って書いてある。はい、見てください。この赤ちゃんたちすごいちっちゃいのに、めっちゃ高級商品だから。ででー、赤ちゃんいっぱい、怖いねー。あの、私机のところに赤ちゃんコーナーを作りたくって、今赤ちゃん必死に集めてるんですね。なんていうの、ポポちゃんも可愛いんだけど、なんかちょっとこのポポちゃんさ、え、ももこちゃん、ポポちゃんさ、うん、頭洗ってあげないと臭くなっちゃうよ。いや、洗ったら臭くなるわ、逆に。ポポちゃん特有の匂いがある、もともとついてる、あの匂いは。あ、これも嗅いでるポポちゃんだもん。なんだろうね、なんで私ポポちゃんあんま好きじゃないの。好きなんだよ、大好きなんだけど、ちょっとこっちの方が好きだなみたいな。こういう赤ちゃんの方が好きなんですよね。これはね、かなり面白い赤ちゃんで、まず1体目なんだけど、これ何が怖いってわかる？目がね、え、裸じゃん。あ、これさ、引っかかったりしないよね。引っかかるほどのクオリティでもないから大丈夫だと思うんだけど、このさ、目がね、わかる？ちょっとわかんないよね、目が動くの。これポポちゃんと一緒の原理になってて、眠ると目がつぶってこうやって言ったら開くのよ。怖いよね。でもこちらめちゃめちゃ可愛くて買っちゃいました。いくらだと思いますか？580円。あー、惜しい。チャーミーと比べてこんなに違います。チャーミーの赤ちゃんみたいな勢いです。750円、高い。もう可愛いから買っちゃいました。しかもこれ手足が動くんですよ。そこがまた可愛いよね。次、こちらも手足が動く赤ちゃんなんだけど、これ目見てもらうと分かるんだけど、青いね、目なんだけど、すごい可愛い。これいくらだと思う？780円。正解、780円、すごい。さっきなんで言ってなかったの？それはさっきのは750円。あれ当たっちゃった。すごい、あれ当たった。ボボ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 。こんだけ赤ちゃんをカゴに詰めてたら、店員さんが、え、赤ちゃん好きなんですかって言ってくれて、え、なんかこういうの顔タイプなんですよねみたいに言ってたら、え、まだ倉庫にたくさんいろんな種類あるんで出してきますよって言って、なんと出してくれて、これ可愛くて買っちゃった。めっちゃ優しかった。私今からちょっとリビングで勉強してくる。はい、ごめんね、うるさかった。そういうことじゃん。ごめんね、うるさいよね。そういうことじゃん。ごめんね、全然そういうことじゃん。ごめんね、ごめんヘロみたいに。ごめんね、ごめんね。こちらの赤ちゃんなんですけど、これハグマッチ赤ちゃん。これもまた目がさ、ウケるよね。てんてんみたいな。可愛くて買っちゃいました。これも多分300円ぐらいしました。で、ラスト赤ちゃんなんだけど、これも目の点が可愛くて買っちゃいました。見てください。目ちっちゃすぎません？これ。こちらも多分300円ぐらいだと思います。ということで、以上、赤ちゃんセットでした。なんかこれはさ、この中に入れて飾るのがいいかもしれない。なくしちゃうともったいないから、こういう感じで、こうやって飾りたいと思います。かわいいじゃん。あ、でもな、なんかこれやっぱ飾った方がかわいいかな。どうしよう、悩みます。で、あのさっきからね、こちらが出てるんですけれども、めっちゃ銀座って書いてあるわ。これユニクロに行ってお洋服を2着買って、1個がジャケット、この前インスタであげたやつなんだけれども、あちら9900円。しかもなんか銀座のユニクロに行ったんだけど、めちゃめちゃでかいのよ、まあ、とりあえず。で、なおかつブランドとコラボしてるやつとかも入ってて、え、超かわいいこれって思って撮ってみたら、普通に10万するみたいな。え、ユニクロじゃなくねみたいな。もうびっくりしました。ユニクロじゃないんですよ、ブランドコラボだから。
とあともう一つがこちら。もうそろそろねニットの季節なんで中に着るお洋服が私欲しくって、こちら首やりの M サイズのニットを買いました。2990円です。以上ということで、本日は筆箱の中身を紹介いたしました。はい、サムネ。筆箱の中身だから絶対ペン見えた方がいい。はい、サムネ。あ、よろしゅ。これはね、ほんといろんな種類があったから多分ロフト今行ったら売ってるんじゃないでしょうか。ぜひよければロフト行ってみてください。ということで、私も今年受験生だよってヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ほぼほぼテスト頑張ってねと思ったヒート、多分この動画が出る時にはもう終わってるんですけれども、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。私もこういう赤ちゃん大好きって思ったヒートも、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回のロムグルーしましょう。バイバイ。